w h a ただび、ワンポイント A 作文、今日はレッスン2になります。ね。えー、引き続き、えー、SV を、えー、減らす工夫、ね、えー、やっていきたいと思います。では、電子黒板。はい。ではね、前回のもう半分、スきなんですけども、はい、今日もね、前回やった内容をちょっと加味した上で、はい、この A 作文してみてください。はい、私たちの中で、はい、彼を悪く、あ、彼のことを悪く言う人はほとんどいない。では、センキングタイム、どうぞ。 はい。では、えっ、ー、と、僕のね、生の生徒の回答例、出したいと思います。はい。まあ、前回とね、引き続きなんですけど、やっぱり、えいるいない表現に、えー、言われたときに、やっぱり日本人、ゼやリズヤラ使いたくなるよね、っていうところでしたね。はい。別に使ってもいいんだけれども、しっかり SV 対応、見誤らないようにしてくださいね、ってことで、この VS の語順になるわけだから、few people ーーーに合わせて、いずじゃなくて、ああね、当然ね。 はい。なので、しっかり、ゼアリゼアラ公文に関しては、MVS の50に気をつけてね、ってことね。はい。で、あと、私たちの中で、はい。えー、私の中。はい。中をそのまま英語にしようと思ったら、イいが出てきちゃうかもしれませんけども、まあ、三者以上の、こういう人々の中でっていうときには、アマング g Us a m o はい。これを使ってくださいね。まあ、ここが唯一の間違いかな。で、えー、彼のことを悪く言う、人。人。 ここに就職がかかってるわけだから、はい、これが関係者の塊になるわけかな。で、今、few people が先行詞になっているので、関係者を飛び越えた、ここと、ここの SV 対応に関しては別にあの単数ではないからね。あの S つける必要はないので、特に関係者、先行詞があの、単数の時単数のに四角の関係詞に結ぶときには S 忘れないように、ね。 えー、s が忘れ癖がある人は、あの、助動詞付け足すようにっていうのが、あの、前回の、お、内容でした。ね。で、彼のことを悪く言うで、speak ill of いいでしょう。えー、彼のことをよく言う speak well of いいでしょう。ただし、この speak ill of もう今やもはや使われないみたいな形でね、書かれてる先生、えー、まあ、いらっしゃるんですけど、 んーどうですかねあの僕の身の回りのネイティブは決してそうじゃない人ばっかりだったのかわかりませんけど、実際には使われていると思いますし、えー、まあ年配者がね、えー、使うことの方が多いかもしれませんけど、僕の席の隣のネイティブまだ30いてないぐらいですけど、彼は使うと言ってました。はい。で、えー、いや、スピークイローブでも古臭サインだとするならば、他の表現、もっとカジュアルな表現知りたいというのであれば、普通に、talk badly、 だとか、speak badly about him ね。はい、だったりだとか、say bad things. 悪いことを言う。say bad things.about him ね。はい、about him。このような表現を使ってあげてていいですね。はい、ただ、はい、前回を活かして、数量形容詞から始めて、もっと答え簡単に作れませんかっていうとなると、 こうなります。なので、t h e r e is the e a r e つけてもらってもいいんだけれども、few people から始めちゃって、few people among us talk badly about him. もうこれだけでシンプルに表せるじゃんと。それと同時に、これを日本語に直しなさいって言われたときには、もう頭に t h e r e are が隠れてるようなイメージで、t h e r e are few people みたいな形で、こういう文章をね、日本語に訳しなさいって言われたときには取ってあげる。私たちの中にはほとんどいないんです。 どんな人がいないのかって言ったら talk badly about him 彼について悪く言うようなというような感じで、えー、日本語にしなさい、ねえー、解釈しなさいって言われに取れるようにしてください。はい、はい、では、二つ目いきましょう。はい。これもまたそんなに難しくないですよ。はい、その問題を解けた生徒が二人いた。はい、では、英語にしてみましょう。どうぞ。Think はい。じゃあね、えー、また僕の生徒の回答例を出しましょう。はい。There are two students who could solve the problem. おおむねなんか良さそうな感じがしますよね。はい、えー。その問題を解けたっていうのが関係詞の塊かな。で、生徒が先行詞。で、二人いたですから、はい。There are two students を先行詞にしてもらってから、関係詞の塊で who could solve the problem. なんか問題なさそうに見えますね。 はい、ただし、MVSS から、はい、ここの過去形になった時も、ちゃんと WAS なのか WAR なのか、はい、えー、っていうのと、えー、まあ今、複数になってますからね、複数になってるので、まあ,あこ、今回は問題にならなかったですけども、えー、主格の関係詞を使うとき、関係代名詞を使うときに関しては、関係詞を置いた向こう側との SV 対応、えー、というところになってくると思います。はい、ただ、またね、これ、助動詞会でお伝えしようかなと思ってますけれども、 はい。解けただよね。はい。was able to なのか、c るなのかっていう問題です。で、あの、これはね、あの、高校の英文法、しっかり学んだ人は知ってるかもしれませんけれども、はい。V することができた。ほにゃらすることができた。一回やり遂げることができた。っていう時には、was able to を使うんですよ。単発系は。ね。で、いつでもやろうと思ったらできた。やったかどうかを置いといてやろうと思えばできた。 であったりだとか、何度でもできた。そういう能力があった。っていう場合には、苦度を使うんですよ。ですので、あの、大体みんなが、あ大学入試でね、えー、々することができたっていうのは、多分、一回限りでできたっていうことが多いと思うんですよ。ね。はい。ですので、えー、ここは、厳密に言うとよ。厳密に言うと、be able to にしないといけないわけだから、w a r e able to に、 変える方が良いと。いいですね。はい、なので、V することができた。一回限りは、was able to。ね、was able to、えー。何度でもできた。えー、いつ、やろうと思えばいつでもできた。これが、くるです。ね。えー、これはぜひ覚えておいてください。はい、ただし、ね。えー、それ以外の面で言うと、まあ、正解だったんですが、やっぱりね、数量形容詞って言いましたけど、具体的な数字も数量形容詞なので、えー、この、 二人生徒がいたっていうときも、やっぱり、もうトゥースチューデンツから始めちゃえばいいわけよ。トゥースチューデンツから始まって、まあ、あの、読みなさいって言われたときには、theara, there were, there were <are, S 2> <are, S 1>、oh、ね、頭にひっつけて、まあ、二人生徒がいたイメージで読み進めていくんだけども、英訳しなさい、英作文し,しなさいって言われたときには、もう there is, there are,、ねえー、there w there were を使わずに、もういきなりトゥースチューデンツから始めてあげて、w h a t e v e to solve the problem, ええ、ってやってあげると、まあ、簡単で、 えー、間違いリスクが減らせて、えー、やっぱりね、ネイティブはシンプルな文章が好きですから、よりシンプルに表現できるんだ、というところでした。ね。えー、ですので、えー、数量形容詞を使うと、there is, there are, there was, there were。使わなくてよくなる。ね。関係詞使わなくてよくなる。原点リスクがなくなる。はい、これをね、あの、ぜひ浸透させていただきたいなと思います。で、あと、プロベルムの代わりに、クエ t i ョン。 相場クエスチョンは組み合わせが良くないね。え、アンサークエスチョン。ね、クエスチョンはアンサーとの組み合わせで使うということをね、えー、付け加えておきたいと思います。はい。で、次回の宿題。もうこれちょっと難しいので先に告示しておきます。ね。え、第3項の宿題はあ、昨今、世界中で日本のアニメ好きが増えている。ね。この、増えているっていうこの表現ね。はい。えー、ちょっと準備しておいてください。では。 はい、数量形容詞。ね、え減、ー、点リスクをなくしましょう合点できた人は、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。では、また次回お目にかかりましょう。あさじゃ。はい、今日の動画もお疲れ様でした。今日出てきた表現がね、ちゃんと自分の手で、口で再現できるように、しっかり復習していきましょう。そして、みんなの明るい未来を一緒に、ゲットしていきましょうありがとうございました